ストライクショット、こんにちは、エクストライクの中のウェブかけとのぐちゃんです。はい、というわけで今回はこちら、じゃん、はい、ということでスサノオノミコトでございます。はい、あれですね、重心化回、はい、2体目ですかね、ゴーストに引き続き、はい、続いてはスサノオが重心化回ということで、はい、早速ステータスを見ていきましょう。はい、ということでステータスこちらです。反射の超スピード型、うん、アビリティがリジェネアンチワープ友情ブースト、おー、そしてコネクトスキルが超アンチダメージボール、うん、こちらが合計ラック150以上で発動するといったスキルですね。うん、友情コンボがワンウェイレーザー EL、うん、そして副友情に超強次元斬、うん、ストライクショットが敵に触れるごとに貫通する雨の村蜘蛛の刃を周囲に放つ、ね、なるほど、はい、まあこれも友情ブーストのこの友情たちがかなり猛威を振るいそうですが、ワンウェイと超強次元斬ですね、はい、でそしてまあスサノといえばアンチダメージボールですけど、うんうん、超アンチダメージボールがこれ合計ラック150以上コネクトスキルでってことは、運極を普通に考えれば運極に1体入れてみたいな感じなんですかね、ですかね、うん、っていう感じで紹介できればとかなと思っております。はい、はい、というわけで今回はアシュラのステージで使っていきたいと思います。うん、はい、それでは超スピード型ということで壁に触れつつ、友情も出しつつですが、こんな感じのスピード感、はい、むちゃむちゃ速いな、速いな、まだ動くか、むちゃむちゃ動くな素晴らしい。はい、というわけでコネクトスキルで超アンチダメージボールということで、2体ね運極がいるのでこんな感じで超アンチダメージボールで、まあ普通にこのアンチダメージボール、超アンチダメージボールと超スピード型の組み合わせもまたいいですね。いいですね。このダメージボールに触れないといけないので、そうなるとまあおのずと壁も触れれるので、加速もしつつ火力も出せると、はい、出せると。はあ、はい、では超アンチダメージボール、うん、見ていきます。お願いします。下の友情も拾っちゃうかな、拾っちゃいそうですけど、うわむちゃばれるいやでもスピード感とやっぱこのダメージボール、ね、超アンチダメージボールでアップするというこのやっぱ組み合わせが素晴らしいです ね。はい、それでは2体の友情出していきたいと思います。はい、よいしょ。はいはい、うわえぐえぐ、そう、ワンウェイレーザーもありますけど、超強次元斬が取りこぼしもね、やってくれるんで、すごいいい威力。ちょっとじゃあ当たりますね。お願いします。いや、強いな。39万。友情だけで右のやった感じですよね。はい、ですね。うん。それではボスへの火力見ていきます。はい。よいしょ。いや、えぐくないかそれは。160万ぐらい普通に1個で綺麗に弱点。はい、それでは2体分の友情を出していきたいと思います。はい、これボスに行くでしょう、おそらく。よいしょ、うわやばいな、まね、超強次元座は多分雑魚の方に行っちゃいましたけど、はい、いや強いな。これもう1回行きましょうか。やったらもうアシュラはもう飛んでいくでしょう。驚きの殲滅力もありますし、威力も高い。当たっていくだけでもうゴリゴリと。うん。はい、それでは1段階目打っていきたいと思います。はい。ちょっとスピードダウンしちゃってますんで、超スピード型の特権を生かして。屈指力を我が身に宿す天地大会スサノオエアセズメン。弱点は拾ってくれると。強い。これ普通に。今スピードダウンしてましたからね。結構動けてましたよね。全然動ける。1段階目でこれはもう十分でしょう、うん、はい、それではストライクショットいきたいと思います。はい、はい、ではいきます。屈指力を我が身に宿す天地大会スサノオエアセズメン。えぐ、300万。はあ、これが2段階目ですね。しかもこう壁も触れてるので、うんうんうん、スピードもかなりアップしてるのでいいっすね、うん、これ、まあ、もう一回打ってみて適当に暴れても普通にダメを触っていきますね。そうね、いきます。屈指力を我が身に宿す天地大会スサノオエアセズメン。
いやこれはもうねいいっすね。いいですね。まあ、もともとその SS があのこういう感じのばらまきでしたけど、はいはいはい、それ貫通するので、うん、割とこう雑魚処理とかにも向いてますし、もちろんボスに行くのもね、弱点がどこにあっても割とどこでも拾ってくれる感じもするので、うん、いいっすね、はい、っていうようなストライクショットでございました。はい、中心化回スサノオノミコトを使ってきました、うん、強かったですね。強かったね。まあ、普通に、まあ、あの今回お見せしてないですけどワープにも対応してるので、うん、まあ、例えばアバロンとか、まあ、そういうステージも使えるので、うんうんうん、かなり使い勝手は良くなったんじゃないかなと思いますし、はい、友情がまあもう本当強い、友情ブーストも乗りますし、はい、というようなスサノオノミコトでございました。はい、ぜひ皆様ね中心化して遊んでいただければと思います。はい、ではバイバイ、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はご登録を。チャンネル登録。また見てね。チャンネル登録。